11月18日滋賀県希望ヶ丘文化公園で全国中学校駅伝大会の代表校を決める予選大会が行われました。女子は1位の湖南市立江西北中学校、2位の滋賀県立水口東中学校が滋賀県の代表に選ばれました。チームでは声を掛け合って高めながら、自分ではスピードを意識することを頑張りました。今までの練習の成果がみんなで出せて嬉しいです。練習の成果を出し切ってベストを尽くせるよう全力で頑張りたいです。頑張るぞー。滋賀県に全国の速い選手が集まって戦えることが嬉しいです。2年連続滋賀県の代表として全国への切符をつかむことができ、とても嬉しいです。江西北中学校と滋賀県の代表として感謝の気持ちと負けない心を持って自分たちらしい走りをできたらいいなと思います。頑張ろう。おー男子は1位の甲賀市立信楽中学校、2位の甲賀市立甲賀中学校が滋賀県の代表に選ばれました。素直に嬉しいです。今までの練習の成果がやっと実ったので本当に嬉しいです。滋賀県代表のチームとして誇りを持ってチーム一丸で最後まで走り抜きます。頑張るぞー。おー。滋賀県という地元で全力で戦えるのが楽しみです。滋賀県の人の思いも背負って走りたいです。自分たちができることを精一杯して上位争いをできるようにしたいです。頑張るぞー。全国中学校駅伝大会は12月18日に開催されます。近江から夢と希望のたすきをつなげ、全国中学校駅伝大会12月18日開催、応援してね。